私がどうは作家になろうと思ったのは、あなたにさよならを言われた日。もとよりあなたの他には生きがいなどないし、さりとてこの世を見つめる勇気もなかったし、今まで二人が過ごしたら筋を思い出という消しゴムで消して、夢でも食べながらひっそり暮らしてみよう。思い出さずに済むように、私が童話作家になって思うのは、だって私自身がとても嘘つきで、涙を隠しては笑って過ごしてる。原稿用紙に色鉛筆で幸せの似顔を描いてはみるけど、悲しいくらいにダメな私の指先は気がつけばいつでもあなたの笑顔を描いてる。私が童話作家になろうと思ったのは、